今季好調の代表選手インテル電撃移籍か。インテルはオランダ代表ダンフリーズの後継者として菅原に興味を示しているとのこと。数ヶ月前から菅原の名前はインテルの補強リストに含まれているようだ。フィジカル的にやや心配だけど攻撃の部分に関しては問題なさそう。インテルはセリエ A では抜けてる存在、そこから狙われるだけですごい。正直厳しいと思う。バックアッパーとしては良さそう。長友の事例もあるし、日本人サイドバックへの信頼感はありそう。なお菅原は今シーズン、40試合に出場。いずれも先発出場で、合計3500分間以上ピッチに立ちサイドバックながら4ゴール8アシストを記録した。もう少しで2桁アシストは立派、日本人全体でもトップじゃなね。マイク・マヤ、伊藤博樹の存在で隠れがちだけどめちゃくちゃ有望な選手。今のインテルでスタメンってなったら普通に世界トップレベルだよ。インテルはお笑い枠を日本人で埋めたいんか。インテル菅原爆誕ね。